まず10レースのメンバーはご覧の通りです。元祖モンスター野中選手、グラチャンのタイトルが欲しいところでしょう。新入りから1番3番4番2番6番5番です。もうほぼこの横一線もいいスタートですね。これ綺麗でした。まあインコースの野中選手が先行する、2番の北川選手が手前行くんですけどね、これ流されましたね。まあ6番5番あたりがね走ってですね、はい、でここでこの野中選手が、インクエキ選手がね、はい、ちょっと滑るんですね、ちょっと流れたところ、はい、これで3番のね、正林選手がチャンスだったんですけどね、はい、ここに新見選手がね、かっこいいね、この走り、かっこいいぜ、もうローリングなってます、はい、あれかっこいいわ、野中のは。さあ、そしてこの2着争いも終了しちゃったんですね、ハンドルが速かったですね、新見選手ね。ちょっと植木選手を食べてしまった感じで、結局この体勢決まりました。あ、単位、旋回じゃ無理ですね。はい、そして11レースのメンバーはご覧の通りとなっています。新入りから1番、6番、5番、3番、2番、4番、スタート、よくご覧ください。西田選手、タッチスタート、0-0ですね、タッチスタート。牧選手もコンマトロにですね、また1番の実際に先行する選手が指すという展開ですけどね、これは私はこの西田選手を一気にね、この先行を指して持ってきたと見えたんですけどね、はい、秋選手が低めに指してきてですね、並走状態からですね、ちょっと伸びましたよね、はい、これは本当にね、もうまた完全に治ってますね、秋選手の方からね、はい、さあ、そしてそれを西田選手と高山選手、ね、中枠で西田が指して、はい、これ牧選手ちょっとね、流れましたね、結果は1番6番となっています。さあ、そして12レースのメンバーはご覧の通り、3000万台の太田選手、宇野選手に人気が集まったようです。新入院から4番5番2番1番3番6番です。宇野選手、はい、3コースのメンバーのですね、宇野選手がまくりですね、はい、1番の太田選手がですね、これ 2-4 との間を割って刺していこうと思ったんですが、刺せなかったですね、ちょっと流れてしまったら、刺せなかったんですけど、はい、流れてね、これ一瞬4等か5等になるんですよ。そこからパックね、伸びていくんですね。でここでもですね、決してこのインターンじゃないんですよね、はい、それでもね、一気にこの先頭走ってる4番と並ぶんですね、このモーターの力っていうのはこれね、本当にこう素晴らしいですね。さあ、そしてでもちょっとね、村田選手と渡辺選手がちょっとぶつかったんですけど、はい、どうしても出てきましたね。もうそういう隙あらばという感じで、太田選手なんとか2着をキープという形になりました。だってこのモーターの力すごいですよ、はい、さあ、1番は1000円ちょうどとなっています。で 6.55、 そして6号艇が 6.57 となっています。そしてチルト角度です、はい、見ていただきますね、見ていただきましょう、はい、15時16分現在です。9.7倍、2番も 10.1倍、はい、100点になりましたね、はい、秋さんの人は暴れ、はい、第5回グランドチャンピオン決定戦競争優勝戦です。内田和夫さんの実況でご覧いただきましょう。の緑が美しく輝く桐生の地で SG サバイバル闘争を展開した第5回グランドチャンピオン決定戦競争、水面はファイナルスペクタクル優勝戦を迎えました。対戦メンバーです。1号艇はハイテクモンキーのパイオニア宇野健太、2号艇永遠不滅のボートヒーロー野中和夫、3号艇は元祖テクニカルドライバー西田康史、4号艇は耐えて忍んで夢を追うなにわの怪物くん太田和美、5号艇はチャンスを逃さぬ東海のミスタートルネード新見圭一、そして6号艇は難攻不落の水上の人間要塞秋正人、以上6名の頂上決戦です。第12レース優勝戦です。さて6艇のコーストリー、2号艇野中のインドリカ、3号艇の西田が2コースか、回り込んできました6号艇人間要塞秋正人がセンター3コースでしょうか、そして後枠から1号艇宇野健太が4コース、さらに5号艇の新見、そして4号艇の太田が続きます。第12レース頂上決戦の優勝戦、運命の一瞬であります。インコース2号艇野中、2コース3号艇西田、センター3コース6号艇ベテランの秋、4コースの角位置は1号艇宇野健太か、さらに5号艇の新見、そして4号艇の太田が続きます。第12レース優勝戦、
結局4コースは中段の位置取った1号艇宇野健太、5コースを後方に引っ張って角位置は4号艇の太田和美、そして6コースに回った5号艇は新見圭一。第12レース優勝戦進入体系が揃いました。アウト勢4号艇5号艇後方に引っ張った第12レースの優勝戦進入体系はインコースから2番3番6番1番アウト4番5番の体系です。第12レース優勝戦です。今スタートしました。内に艇2号艇3号艇が好スタート、一周出したマグロ攻防は陰線速攻か2号艇の中、そして2コースの3号艇6号艇うまくっていった、打ち合いで4号艇1号艇旋回バックスレッジがいったが見事先制決まったが2号艇の中なんだ先頭キープ、内を通っては1号艇が追走する、後方4艇6号艇4号艇3号艇5号艇が続いて第12レーススタートは正常、スタートは正常でした。一周に回ると旋回は2号艇の中かつお2番手追走1号艇、内を切り込んで6号艇秋が旋回ホームスレッジがいって1号艇が飛ばされた、逆転成功6号艇マジンの秋、上位体系2番6番と変わって3番手以降3号艇1号艇4号艇5号艇が続く、先手周回する2周目の攻防に入って先頭は早くも安全圏2号艇の中、2番手は1周に回って逆転に成功6号艇の秋馬所と3番手以降4号艇3号艇1号艇5号艇が続く、3番手に紹介4号艇は太田、アウトコースから1号艇の逆転成功3番手に浮上、4番手には4号艇か太田和美、そして5番手には3号艇の西田康史、最高峰シンカリは5号艇新見圭一が続きます。第12レース優勝戦ものの見事に陰線決まった2号艇の中が今2周第2ターンマークを理解してホームスレッジに入っていく、2番手には6号艇の秋が続く、上位体系2番6番となって後方4艇1号艇3号艇4号艇5号艇が続きます。レースは最終周回ファイナルラップに入りました。ローリング走法2号艇村中和夫先頭であります。先頭は2号艇村中和夫、ボート界のニューウェーブヤング台頭の怒涛の流れを止めたのはやはり永遠鬼滅の帝界のヒーローでありました。そして同時に史上初SD グランドスラムの達成であります。歴史的一瞬 SD 六冠達成であります。ボートの世界にこうなり名をかけた村木が今頂点に駆り立つ、先制君主がボートを探しる、さあそして3番手から1号手の健太が最後の抵抗、2番手は現在6号艇の秋、先頭は2号艇の村木勝夫、4位体系2番6番か3番手から1号艇接近する、2番手は6号艇1号艇次やっているが先頭は完全2号艇の中、ゴールまであと 30m、 先頭2番の中号令優勝、6番秋号令1番号令4番号令3番号令優勝は野中和夫選手でした。野中和夫選手です。いやー、はい、これは戻ってきましたね、ピットにね。もう野中選手とね、秋選手今言葉交わしたみたいなね感じでベテラン勢が頑張りました。北条さんいかがですか。はい。やっぱりベテラン2人、場数を踏んでるね、大勝負の場数を踏んでるベテラン2人が頑張りましたね。まあ宇野健太選手もね、一マーク天台あって刺して。まあ野中宇野で決まったかと思ったところ、やっぱり秋さんが暴れましたですね、やはり無着の、ね、争われたら大変なあれですもんね、優勝は2号艇野中選手2番6番で1640円。